今月から月刊みっこがリニューアルです。あ、はい、まだよくわからないですけど、じゃあ今から新しい番組の主役に突撃してもらいます。はい、それでは早速行ってみたいと思います。失礼します。はい、どうも海っ子へのご就任おめでとうございます。はい。ありがとうございます。ゆずっきーの月刊海っ子爆誕の巻。全て折り返させていただきました、はい、ということで番組のリニューアルに伴い新しく主役として任せていただけるということでありがとうございます。それでは早速仕切らせていただいて大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。お願いします。ゆずっきーの月刊みっこ、今月のゲストは清水ありさんです。はい、グラビアのお仕事をさせていただいてます H カップの清水ありです。 H カップH って何番目でしたっけ？もうそこら辺もう分かんないんですけど、8か9かそのぐらいですか。夢がありますね、はい、ありがとうございます。ところでゆずっきーの月刊みっこを名乗らせていただきながら恐縮なんですけども、はい、何をするかがあまりよく分かってなくてですね、はい、何かご存知ですか？どうしましょう？そうですよね。ということでまずはこちらをご覧ください。この番組は海物語といえば幸田ゆずきと認めてもらえるよう日々精進することを目的とします。毎月出演されるゲストの方と様々なことに挑戦して成長していきましょう。また海物語には様々なキャラクターが存在していますので、海物語への愛を証明するため幸田さんにもたくさんのキャラクターを見せていただきます。ということで毎回コスプレにチャレンジしてもらいます。このような感じで、はい、幸田ゆずきさんを丸裸にというより全裸にしていく番組です。丸裸とのことです。じゃあもう最終回には全裸ですね。もうそうですね、ツルツルにツルツルまでいきます。はい、剃られちゃう感じですか？そうですね、もう剃っていただいてはい、では早速衣装のコスプレの方にお着替えしていただきたいと思います。衣装ですか？はい。コスプレ何をするんですかね？着替えりゃ分かるとのことです。なるほどですね。とりあえず着替えろ早くみたいな。そうですね。急いでいただいて。あ、分かりました。行ってきます。はい。着替えました。はい。着替えたはいいんですけど、なんかついてるんですよね。ありますこんな原始的な方法、ちょっとよくわかんないんですけど、初めて見ました。糸つながってるんです。見えないよな多分。なんで私が制服を着ているのかがちょっと理解に苦しむんですけど、はい、リニューアル初っ端ということで、はい、まだウブだった頃のゆずっきーに戻ってもらうという処女的な意味合いを込めて、ね、はい、選ばせていただきましたということですよね。あ、そうです。あ、そうなんですね。はい、はい、でもあれですか、ゆずっきーさんってやっぱり JK 時代ってやっぱりギャルガルしかったんですか？そうです。いや、そうなんですか？これ私じゃないんだ。はい、ということで話がまとまりましたので、はい、進行していきたいと思います。お願いします。はい、海物語といえば幸田ゆずきを目指すということで、はい、はい、海物語知識クイズを出題していきます。なるほど。答えられなければ。はい、どんどんスカートがまくり上がっていきますので、ああ、そういう感じですね。お気をつけてください。ちゃんと見えてもいいやつ履いてきてないんですけど大丈夫ですか？まあそんなんもう減るもんじゃないので出してけって感じですね。わかりました。頑張りたいと。あ、ちなみにクイズを出題する関係で今回は私が進行してるんですけれども、不甲斐ない結果でしたら私が新しく番組の方に就任させていただきます。今始まりますって言われてからのテンポが早すぎてちょっとついていけてないんですけど、無視して進めてください。無視。わかりました。それでは第1問。スカート危機一髪。海物語知識クイズのスタートです。超魚群について説明してください。はい。流れ続けるんです。大当たりまで。何がですか？魚群が流れ続けます。正解。ありがとうございます。ありがとうございます。ためがいいですね。はい、続きまして住所を教えてください。住所？じゃあ鼻水出た。関係なくなっちゃったけど住所、あ、これ答えられなかったら上がるってことですよね。そうです。すいません、答えられないです。はい、じゃあ答えられなかったので、はい、スタッフさんじゃあまくってください。幸田柚月のスタートが広がります。この後これあれ上がりっぱなしですか？そうです。正解しても下がらない。正解したら下がります。あ、わかった。じゃあ大丈夫ですよ。任せてください。続きまして第1弾「海物語」が導入されたのは1900年。あ、これは99年の2月です。正解です。 ありがとうございます。じゃあ下ろしますかなんで嫌そうなんですなんで下ろすことに嫌そうなんです。ここでスカート戻ります。戻っちゃったじゃあ続いての問題です。今、はい、お付き合いされてる方はいますか？これどうなんですかね。いないですって言ったら終わりますよね。いないじゃないですか。いないでしょいないですって言ったらそこで終わっちゃうので、まああえてですよ。あえてまあ1回ぐらいなら上がっても大丈夫なので、うん、すいません、答えられないです。すいません。あ、じゃあ答えられなかったので、はい、じゃあスタッフさんあげていただいて。まあまあ1回ですし、さっきぐらいに戻るぐらいなんで全然。ちょいちょっといきなり先ほどより大きく広がります。容赦ねえな早く次行きましょう。次、はい、下げさせてください。じゃあ続いての質問に行きます。はい、じゃあ年収はおいくらですか？おいかぶせてくるじゃねえか年収無理ですよ。答えられないですよ。本当にお答えできないです。すいません。いや、ちょっとどうしよう。でも答えた方がいいのかなこれ P 入ります？ P 入んない。じゃあ言えないです。すいませんじゃあ答えられなかったので、はいはい、これ無理じゃない。出ちゃうって。さらに上げてください。出ちゃうってもうすべて出ちゃいそうです。出ちゃうって。やばい、これ。出ちゃうって。海物語の質問はすべて答えられたのに、はい、プライベートな質問は答えられないんですね。すいません、はい、出直してきます。はい。まあでも海の知識がすごいということが分かったので、これからも頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい。海物語の知識レベルが分かりましたので。はい、リニューアル一発目はそろそろお開きです。はい。視聴者の皆様にお尻でお別れをしてもらいます。お尻でお別れ？ちょっとなんか普通に言いましたけど、お尻でお別れの意味がちょっとよくわかんないんですけど。はい。お尻でお別れです。お尻でお別れ。いって何？こっち？はい。バイバイとのことです。それでは皆さん。また次回お会いしましょう。バイバーイ。どうでした？リニューアル1回目。いや、もう何が何だかわからないままずっと過ごしてましたけど大丈夫でした。大丈夫。あ、大丈夫。これから何していきましょうか。コスプレがしたいみたいな。あ、コスプレ。なんですかね。私もコスプレ割としてる方なんで。あ、じゃあないならいいです。嘘ちょっとチャイナドレス着たことないです。チャイナドレス。わかりました。通るんですか、これ。通るんですか。はい。じゃあまた次回お願いします。あ、はい、わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。柚月の月刊海っ子。次回は記事企画。何やら幸田柚月を深掘りして、その根幹に迫るらしいですよ。次週「柚月を深掘りの巻」でお会いしましょう。